美味しいものが食べたい、よしだよ。今日はサクッと作っちゃいます。ほんなら行こうやか。はい、今日使っていく材料はね、これだけ。パイのシートですよ。それからこれが大好きなんです、明宝ハムっていうね、が作ってる、なんだっけな、明宝特産物加工株式会社みたいな、そんなような名前だったと思うんですけどね。この いわゆる明宝ハムですね。中部が誇る、ものすごく美味しいハムなんですね。それとあとレッドチェダー、それからモッツァレラチーズ、モザレラになってますね、モザレラチーズ。それとあとね、全卵、これ溶き卵として使っていきますよ。はい、まずはねパイのシートなんですが、ちょっとねこれをこうぐるっと巻くには、幅が足りないのでね、少しだけ伸ばしていきます。はい、こんな感じではね、続いてこのチーズをね切っていきましょうか。はい、ではね、巻いていきます。まずねこの巻く面にこの全卵のね溶き卵を塗ってください。はい、こんな感じですね。イメージではねちょっとこうチーズがだっとこう周囲に溶けていく感じなんですね。ちょっとそういうふうにうまくいくかどうかわかんないですけどもね。では余熱が終わるまでね、ちょっとラップをかぶせて、乾燥させないようにしてね、ちょっと時間を待ちましょう。はい、間もなく、余熱が終わりますので仕上げていきましょう。はい、まずは天板の上に乗せます。そして溶き卵をね表面にも塗っていきましょう。あ、余熱終わりましたね。はい、ではね焼いていきますよ。はい、焼き上がってきましたよ。はい、こんな感じになりました。ちょっとねオーブンがすぐ横にあるもんだからもうブーンってうるさいんですけどね。はい、今度あっちこんな感じですね。はい、ではね盛り付けていくんですけど、なんかちょっとこれ崩れそうで怖いな。あっちっちあっちあっち。はい、ケチャップとねマスタードも添えて、さあこんな感じですよ。明宝ハムパイ完成です。じゃあね早速食べてみますよ。これねもうずっしり重たいんですよこれね。まずはそのままいただきます。うん、うん、めっちゃうこうめえ。おいしいものを食べてるときって本当に幸せですよね。
分しか来たこれ。もうね、もう明豊ハムのいいところ余すとこなくこれ表現できますね。もうめちゃめちゃ美味しいです。あの塩加減ももうしっかりとしたあの味わいなのでね、もうあのケチャップとかマスタード用意したんですけども、何もつけないのが一番美味しかったです。めちゃめちゃ美味しい。もう簡単にできますんでね、ぜひぜひこれ皆さんやってみてください。チーズもねいい味出してくれてるんですよ。はい、いいなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。料理は愛だ。またね。